江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、サッカーの話題でございます。スタートは最悪、話にならないと K 国サッカー代表監督早速バッシングされてしまう。あららら、もうですか。はい、早速始まりましたよ。ねえ、じゃあ見ていきましょう。ぐーちゃんお願いします。あ、ちょっと写真が大きいですね。はい。無理なことを要求したわけではない。なのに良い材料を持ってあまりにも期待以下の成果が作られた。それならばシェフの問題じゃないか。シェフ？ユルゲン・クリンスマン監督率いる K 国サッカー代表チーム FIFA ランキング27位は20日太田 W 杯競技場で行われた6月の国家代表 A マッチ評価戦でエルサルバドル FIFA ランキング75位と 1-1 の引き分けを記録した。後半のスタートとともに K 国が先制ゴールを決めた。 K 国が後半3分 1-0 でリードした。 K 国は後半41分1ゴールを奪われた。フリーキックの状況でつながったボールをロールダンが得点、 1-1 となった。同日の引き分けでクリンスマン監督は赴任後2分2敗を記録した。3月の国際 A マッチ期間中1分1敗コロンビア戦2-2引き分け、ウルグアイ戦1-2敗、6月の国際 A マッチ期間中は1分1敗ペルー戦0-1敗、エルサルバドル戦1-1引き分けだ。4試合ともホームで行われたことを考えると残念な結果だ。反面、同じチームと会った日本は、エルサルバドル相手に6-0勝、ペルー戦4-1勝で2連勝を収めた。6月の国際 A マッチによって、さらに明らかになったのは、クリンスマン号が順調な道を歩んでいないという点だ。3月の国際 A マッチ期間中、コロンビア、ウルグアイは強いチームだったが、6月の国際 A マッチは明らかに1枚下の相手を連れてきた。これを反証するかのように、隣国の日本の場合、2試合で、なんと、10ゴール、1失点を決める強力な火力を誇示した。一方、K 国は、1得点2失点で1分1敗だ。いくらチームが息を合わせる過程だとしても、代表チームの骨格自体が大きく変わらなかった。2022カタール W 杯当時、ベスト16入りした主力メンバーの大半が生きているチームだということだ。攻守の軸がソン・フンミンとキン・ミンジェが今回の国際 A マッチ期間中練習所や負傷で選手を出場することはできなかったが、少なくとも16強メンバーの大多数が残っている。クリンスマン号は6月の国際 A マッチ期間中自分の色彩を見せることはできなかったが、前任のパウル・ベントゥ監督の色彩を消すことには成功した。ベントゥ監督が追求していた後方ビルドアップは消え、もう少しダイレクトなサッカーを試みた。しかし生半可だった。単純に前任者との比較ではなく、現時点で問題はクリンスマン監督が一体どの戦術を追求しているのかわからないということだ。監督とコーチングスタッフの大多数が K 国に居住せず、当初とは違う姿を見せていることも懸念される。そうなんだ。さらにクリンスマン監督の頻繁な出現も問題だ。自分の戦術の色も見せられず、続く出現のせいで世論だけが悪化している。特にエルサルバドル戦直後、FW の体調を見ると、90分間クラブでプレーする選手がソン・フンミンしかいないと話したのは最悪の発言だった。あくまでも、6月の国際 A マッチ代表チームの選手団を選んだのはクリンスマン監督本人だ。選手団の構成自体を本人が選び、その選手たちがクラブで主力としてプレーできないと非難するのは、話にならない。実際、クリンスマン監督は今季 K リーグ1位の得点ペースを誇り、所属チームのウル三元台でレギュラーとして活躍するチュミンギを除いた。選手選抜は監督本人の初心だが、インタビューで選手の選抜と体調に言及しながら、誰かのせいするつもりだったとすれば、チュミンギを選ばなかった理由は何なのか。エルサルバドル戦も勝利に失敗し、クリンスマン監督は4試合連続無勝ちで、外国人監督赴任後、最多無勝ち記録を立てた。スタートは最悪だ。選任過程で不透明性と無疎通によって揺れたクリンスマン号は最初のスタートでも最悪の姿を見せながら、さらにどん底に落ちる感じだ。9月の国際 A マッチ期間中、K 国はウェールズ遠征に乗り出す。最悪の状況で容易ではない相手遠征に出るクリンスマン号が反転の契機を作ることができるか注目される。おお、手厳しいね。本当にリモートなのこれ。
監督とコーチングスタッフの大多数が渓谷に居住せず、当初とは違う姿を見せていることも懸念される。帰っちゃった。ホテル住まいだ。はい、ということでね、ちょっといびつな感じになってるんですね。はい、それではですね、こちらに対して渓谷の反応行ってみたいと思います。はい、それでは一人目。監督選任前に提起された憂慮がそのまま実現したね。おー、確かにね、私もリモートなのかなって動画を上げましたけどもね。1年は待ってみても遅くない。まあ確かにそういう意見もあるよな。材料が傷んでるけどシェフのせいだね。今はもう少し見守る時が必要だ。クリンズマンからシティリケのような感じがする。シティリケドイツのサッカー指導者でクリンズマンの先輩、渓谷は攻撃面は創造性の美徳に欠けるとクリンズマンにアドバイスして渓谷奮闘。選手たちの不調和が深刻だ。あ、そうなの。それいつもじゃん。ビルドアップが主流なんだが、もう一度ベントを選任せよ。いや、もう遅いよ。もう遅いって。ベント、よかった。渓谷さんにはよかったんじゃないの本当に。サッカー協会が問題だ。ベント、なんで切ったの？なんで切ったの？金絡み。はい、ということでね。まあ今を、まあな、ベント監督な。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。じゃあ上の方からいきますかね。どこら辺からいこうかな。やっぱり監督のせいですな。まあ一つのチームを作り上げるのに時間がかかるからね。それを待てないのが渓谷人。確かにな。法則発動早すぎ、わら。監督は監督で意思疎通できないって嘆いてそう。監督が就任してすぐに結果が出るのは前監督の成果だよね。マサッカーの早速ワッシング、わらわら。だって使えないやつばかりなんだもん。クリンズマンに何言ってんだ W。 素材が悪いよ。監督が優秀でも選手の実力が XX なら勝てるものも勝てないよ。いや、いくらシェフでも素材がんこじゃ料理のしょうがないってもんよ、わら。クリンズマンったらドイツ代表のすごいサッカー選手だったのよ。 K の監督になったら非難されるのは一番のお仕事です。そうだね。監督を受けてもらっただけでも感謝すべきだよ。 K にクリンズマン派もったいないわ。渓谷なんかの監督をしてくれるだけありがたいと思わなきゃダメだろ。そんな既得な人間そういないんだから感謝しろ。人間の言葉が通じないんじゃしょうがないよね。グリスマンも日本の監督候補って出た時ハポイチと同時やんとしか思わなかったスポーツ好き親父の感想にだ。どんなに優秀な監督でも選手に実力がなきゃね。J リーグ創世記圧倒的な強さを誇ったヴェルディ川崎の当時の監督は松木安太郎でした。みこしはやめとこうか。誰も引き受けてくれんところを受けてくれた監督やぞ、大ごとにしろや。クリンズマンって監督ブランク長いからそもそも評価高くないよね。監督が優秀なら勝てるのは選手の実力が十分にある時だぞ。まずそのレベルまで来なさい。無理だろうけど、わら。まあいくら指導力がないクリンズマンでも駒がなかったら戦えんぞ。まあ住みたくないわな。やっぱ住みたくないよね。渓谷に住め、無茶言うなよ。おはい、次はどんな監督かな。早くも事実陳列犯にされちゃったか、早すぎ。ほら、監督あまり関係ないでしょ。松木さんの悪口はそこまで。システムプレーとかそんな高レベルの問題じゃねえよ。選手の体力が前半90分しかない。生半か？戦術じゃなく選手がだろ。それを分からなければまた負けるな。話にならないのはお前らだよ。文句ばかり言ってるなら警告人監督に変えたら。基礎体力がないのに戦術だと。材料の痛み具合によってはどうにもならんこともあるぞ。じゃあお前が監督やれよ。手込めばっか、わら。
帝国はいつも問題は金絡みがつきまとう。そうだね、金の使いどころがねいつも下手くそなんだよね。ムンちゃんのワクチン買うときもそうじゃん。なんか最初チビ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 さ、なんかワクチンをさ細かいロットで集めてさ、なんかもういろんな国に物乞いしてさ、最初にで最終的に使った金額考えたら最初にドカンと使っときゃよかったのに、そこら辺がなんかせこいというかね、どうなんだろうね、うん、良いシェフでも食あたり避けるので精一杯わらわら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。